はい、今回のテーマなんですが、魅力的なキャラクターですね。はい、筋肉マンではね、個性的かつ魅力的なキャラクターが多く登場しているんですが、その中でもオリジン編以降ですね、個人的に特に気になったねキャラクターを何人か紹介していこうかと思います。まずは、こちらからですね。はい、アトランティスです。はい、7人の悪魔超人の一人で、まあ、7人の悪魔超人編では下馬評を覆してロビンマスクに、勝利したってことなのかな。はい、当時の少年たちに結構衝撃を与えていたらしいですが、自分ではリアルタイムではねジャンプは読んでないんでね、そのあたりはわからないんですけれども、ただアニメで見た時は結構ショッキングでしたね。はい、で、その後ですね、ディクシアの、ね、オメガハンドに憑依させられたりもしたんですが、オリジン編で復活、ラージナンバーズのマーリンマンと死闘を演じていました。で、連載当時悪魔超人復活で盛り上がっていた読者なんですが、アトランティス戦になった途端に彼を非難するコメントがツイッターなどで見かけられていたみたいですね。はい、まあ、結構先生もショックを受けていたらしいんですけれども、でただその7人の悪魔超人編でのね手段を選ばない戦いをしていたことを考えれば、まあ致し方ない部分もあるかもしれません。しかし、マーリンマン戦では引き分けとなって命を落としてしまうも、ポール少年とのやり取りやロビンマスクとの戦いに誇りを持っていたというエピソードによって、まあ、ダークヒーローのようなキャラに仕上がり人気も急上昇したと言えます。まあ、ダークヒーローっていうのはあくまで個人的な感想なんですけどね。はい、でまあ、以前アップした好きなセリフ特集の中には入ってなかった、入れてなかったんですが、悪魔なんぞ応援してたらろくな大人にならねえぞっていうセリフも自分はね大好きで、まあ、彼をより魅力的なキャラクターにしたことに大きく寄与しているんじゃないかなとは思っています。一方でその過去のね卑劣な手を躊躇なく使うキャラがあったからこそ、オリジン編のねアトランティスが描けたともいえ、まあ、そういう意味では過去のキャラクターを巧みに活用した例の一つかもしれないですね。で次にフェニックスなんですが、まあ、アトランティスとね同じパターンでより魅力的になったキャラとしてはこのね、まあ、筋肉マンスーパーフェニックスも挙げられるかもしれないですね。まあ、多い争奪編では姑息な手段を繰り返し用いてですね、ラスボスなんだけど小悪党のような評価もあったみたいですが、オメガケンタウリの6層格編では改心してですね、筋肉マンに凄まじく高いね忠誠心を示す一方、敵であったアリステラなどに対しては多い争奪編の頃を思わせるような小憎らしい態度もとっていました。まあ、一つのシリーズの中で完結しているんですが、まあ、サイコマンもねある意味そのアトランティスやフェニックスと同じ理由で魅力を感じたキャラかもしれないですね。サイコマンはもうちょっとね複雑な事情があるのかなとは思うんですが、で次にまあシルバーマンにもちょっと触れておきましょう。まあ、いわゆるねいいやつに思えて実は結構やばいキャラだったっていうパターン、そういったキャラっているんですが、特にね、まあ、他の漫画とかだと筋肉マンでもいたかな、黒幕にはそういったタイプが多いかなとは思うんですが、うん、今言ったように筋肉マンにはあんまりいないタイプかもしれないですね。だから強いてあげるならシルバーマンがこれに近いキャラなのかなとは思うんですが、だからまあその聖人君子のようなイメージとは裏腹に、確かにサイコマンからね虐殺王と揶揄されるほど地上の超人を粛清していたっていう面は持っていたんですよ。ただねシルバーマンは根が悪とかそういうわけじゃなくて、まあ本人はねその正義超人に臨んで、まあ実際正義超人の階層にはなったんですが、本人は正義超人そのものにはなれず、まあ、あくまで、完璧超人と自覚していたに過ぎないんですよね。で、まあ、そこにはねある意味その切なさのようなものも、感じたわけなんですが、だからそういうところにねシルバーマンの魅力っていうのはあるかもしれないです。でね、まあもう本当に分かりやすい感じで、まあ、すごくいいやつそうなんだけど裏ではもうとんでもないこと考えてたっていうキャラクターをですね長身の中にね一人ぐらい出すのもありかなとは思うんですけどね。はい、
で次にですねサタンですね、まあ、ある意味ブレないキャラだったかもしれないんですが、あのタイミングでねこのタイプのキャラを登場させるのっていうのはねやっぱゆでたまご先生ならではかもしれないですね。はい、実体化した直後はねまあ手負いとはいえアリステラやね、ブロッケンジュニアを圧倒して強キャラ感を漂わせていたんですよ。はい、しかし、ジャスティスマンとの対戦が始まるとそのイメージは一転、ジャスティスマンに一方的にやられてしまってたんですよね。しかしただね一方的にやられるわけではなく、ところどころでギャグパートみたいなものをね入れることで対戦を盛り上げていました。まあ、そういう意味ではジャスティスマンとは対照的に一流のエンターテイナーの片鱗を見せていたのかもしれません。まあ、自分の読んだね漫画の範囲内ではサタンみたいなキャラはほとんどいないのかな。なんかあんま似てないかもしれないけど、ちょっと思いついたのが大の大冒険のほんと終盤に出てきてるあのマキシマムみたいな、あれにもそんなっぽい気がするんだけど、ちょっとやっぱサタンのがね格上なイメージはありますよね。はい、でまあ最後なんですが、まあ登場が待たれるね魅力的なキャラっていうことで、まあ今後ね超新のシリーズを一層盛り上げるにはやっぱりね魅力的なキャラのね登場が重要なポイントかなとは思うんですが、まあ調和の神やねランページマンがいい味を出し始めてる印象なので個人的には期待していますね。やっぱ調和の神かな。はい、で、再登場させるパターンだとネプチューンキングなどがねもし出てきてくれればね面白く描いてくれそうかなとは思っているんですよね。再登場果たしてない大物ってもうネプチューンキングぐらいになるのかな。あの回想シーンでは出てきてたんだけどね、あとまあソルジャーマンとかもいるんだけど、当面ソルジャーマン自体は今のところだと出る様子はないのかなとは思うんですが、あとまあ長身がとして気になるのはやっぱりねスーパーマンロードの神様ですね。はい、ジェロニモにね見せていたその正義感あふれるキャラとしてね、描かれるのか、はたまたですね、まあ、本当にスーパーマンロードの神様みたいな感じで、まあ今日疲れるようなね独特なキャラクターとして描かれるのかっていうのはねちょっとね注目していきたいところですね。ということでね、今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。